ジェネラルルージュの伝説、カイドウ・タケル・ワールドのすべては、2009年2月20日に、宝島社から発売された、カイドウ・タケルの短編小説及びカイドウ・タケル作品に関するファンブック。田口、白鳥シリーズ第3作、ジェネラルルージュの外線のスピンオフ小説、ジェネラルルージュの伝説と、著者自らが反省を綴ったエッセイや、カイドウ作品群の解説。 著者が構築した世界観の用語や設定紹介が収録されている。2010年6月4日にジェネラルルージュの伝説と解題し文庫本が発売され、ジェネラルルージュの伝説以外にもジェネラルルージュの外線に関連した2つの短編が収録されている。文庫版はハードカバー版観光以降に発売された作品の解説や 著者の近況が掲載されており、世界観や設定の詳細も本書が発売されるまでに発表された作品で拡張された設定が反映されて解説されている。湿風2007以降の短編は文庫版発売に伴い収録。ジェネラルルージュの外線で言及された早見光一がジェネラルルージュの異名を持つきっかけとなった1991年の 上等デパート火災での早見の活躍を描く。文庫本家にあたり、伝説1991へと解体された。ストーリー、ジェネラルルージュの異名を持つ救命救急医の早見孝一は、1991年、当時はまだ、東場大学医学部附属病院の総合外科学教室へ入局したばかりの新米医師だった。新米ながらも物おじしない振る舞いで上司から睨まれ、 病院の一番高いところにある貯蔵タンクの上で昼寝をしてサボりを行う早見は自分の腕に絶対の自信を持っていたが本物の修羅場をまだ知らなかった。一方、上等デパートへ巡業していた売れない歌手の水落ちサ子はそこで人気バンドバタフライシャドウとかつてのマネージャーの小林と出会う。サ子はメンバーの木の先に興味を抱かれ、 上等デパート屋上でセッションをすることになる。だが、その上等デパートで火事が発生。早見に本物の修羅場が襲いかかる。登場人物文庫本のために書き下ろされた、ジェネラルルージュの外旋中の出来事を参戦の視点で描いている。ストーリー半年前に、登場大学医学部付属病院に赴任した、米国帰りの事務長、ミフネ。経営面の観点から、 院内改革を実現しようとする三船だったが、そんな彼の計画の前に、院内で赤字を重ねる救命救急センター部長、早見孝一が最大の障害として立ちふさがっていた。三船は早見を失脚させることに躍起になるが、三船と早見の対決は思わぬ形で収束を迎えようとしていた。そんな中、ショッピングモール、チェリーの開店日に、 付近のバイパス事故による桜宮コンビナート火災が発生。その現場には、三船の最愛の妻、千春の姿があった。登場人物、ダヴィンチ2009年4月号に掲載された、ジェネラルルージュの外旋のその後を描いた物語、君去りし後を解題して掲載された。ストーリー救命救急センター部長、早見光一が去って1年、佐藤が取り仕切るようになった。 救命救急センターは桜テレビからドキュメント番組制作のための密着取材を受けていた。暇な時間が流れていた救命救急センターにバイクの自損事故で運ばれた男女が運び込まれてくる。そして救急車から来る受け入れ要請を拒否しつつもその男女の処置に追われる中佐藤と処置を済ませたその男の間に悶略が起きてしまう。やがて密着取材が終えた時 佐藤は意外な決断を下す。登場人物物語の物体である1991年、当時は看護師という名称は正式ではないので、看護婦のまま掲載されている。詳細は看護師名称変更。ありがとうございます。